全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、外から押して16番モントカンヨウ、14番ミレニアムマシリタ、内から追い上げる。2番セレスティアル、方位をキープ。少し差が開いて15番フォーマンヘイマス、各馬1コーナーを目指します。1馬身相手17番ニキマオウ、これを見るように内側9番スーパーランナー、外を抑えて12番スカーレットキング、続きまして18番持続113、8番カネンちゃん真ん中あたりにつけています。3馬身相手4番アロアナシャトル、これからバックストレッチに向かいます。外を抑えて13番レックーザ、内から5番日本エンペラー、少し差が開いて3番イソネパーク。 1000m の通過タイムは1分0秒2、内を抑えて1番キリサメマリさん、6番ソウサンセット、外から10番スキードフローラ、続きまして11番日本シルバー、7番テポドン後方。冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭は変わらずモントカンヨウ、後ろに14番ミレニアムマシリカ、2番セレスティアル、後位をキープ。各馬大欅の向こうを通過、少し差が開いて15番トーマンヘイマス、これを見るように外側17番ニキマオウ、1番人気セレスティアル、現在3番手。4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ直線の攻防、モントカンヨウまだまだ先頭、残り400を切ってモントカンヨウ、その後からミレニアムマシリカ、ミレニアムマシリカかわして先頭、ミレニアムマシリカ先頭、 200m を通過した。ミレニアムマシリカ足色は衰えない。2番手はフォーマンヘイマス、離れてセレスティアル、スカーレットキング、伸びるミレニアムマシリカ、堂々と合輪。勝ったのはミレニアムマシリカ、鞍上は海老名正義騎手。ミレニアムマシリカブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着フォーマンヘイマス、その後3着スカーレットキング。